トラバンチャンネル。8月の阪神といえばやっぱり死のロードというのが一つあったと思う。3週間ぐらいの遠征ですよね、僕が入団して引退するまで3週間のロードで勝ち越したことはありません。優勝した85年も確か負け越してると思うんですよ。まあ、もう時代によってもう全然違いますので、我々の時代のことを言ってもまあ何言ってんだと言われる方多いかもしれませんけども、まず大きな違いっていうのは、まず僕が若い頃っていうのは荷物は自分で持って行ってましたので、大きなバッグに野球の道具すべて入れたもの、それバットケース、移動日の時にいろんな方から食事を誘われることもあるんですよ。そういう時やっぱ外出なきゃいけないじゃないですか。こういう私服もですね、何着か持っていかなければいけない。で、3週間ですから、バットも10本で足らない場合もあるわけですよ。東京に僕ら3球団ありましたので、東京のホテルにバットのストックを置いとくんですね。それを持って新幹線に乗るんですよ。で、ちょうどその夏のそのロードの時っていうのは、お盆の時期に重なりますので、その新幹線で移動するときに荷物置けないの。だから連結部分の中に荷物をちょっと積んだりして、ちょっとお客さんに迷惑かけてしまうんですけど、だから名古屋と新大阪だとか泊まるときには若い選手がその連結に見に行くわけです。盗まれやったらいけないので、駅に着いたら必ずドアが閉まるまでそこで見て、そういうことがありましたよね。そういう形で3週間の死のロードっていうものを戦ってましたね。それが荷物を運んでくれるようになり、当然洗濯もしてくれるようになり、僕らの若い時代っていうのは洗濯してくれてませんでしたので、アンダーシャツだとかソックスだとかパンツですよね。こういうのはホテルに帰ってきて、お風呂でですね、だ洗剤が入ってましたもん、バッグの中に。それで洗濯をして、それで部屋か廊下にこう、糸みたいのをどっか結んでですね、物を干せるように、そこにアンダーシャツだとか、ソックスをかけて、洗濯もしてました。だから我々の時代と今はもう、ホテルも今すごく良くなってきてますし、しかも今は京セラですかね、使いますから、3週間もろに大阪を開けるということがないと思いますのでね、だいぶ死のロードと言われる言葉は今の時代も死語なんじゃないですかね。僕が入団して引退するまで3週間のロードで勝ち越したことはありません。優勝した85年も確か負け越してると思うんですよ。まあ、それぐらいしんどくはないんですけど、なぜじゃあ勝てないかというと、練習の時間がやっぱ取れないんですよね。ビジターで戦うことが多いので、自分のペースでやる練習ができないんですよ。ちょっと早めに行って打ち込んだりだとか、ちょっと早めに行って何か準備をしたりだとか、そういうその野球の準備をする時間ってのがビジターの場合少ないでしょ。それで多分まあこれも言い訳ですけども、そういう部分でちょっとその日頃の野球のリズムから崩れるんですよね。これが僕らの時代のやはりロードの辛いところですね。練習量が減るっていうのかな、負け越してしまう原因の一つはそういうところにあると思います。この夏場っていうのはそこから波に乗っていく選手、はい、落ちていく選手いると思うんですけど、掛さんご自身はこの夏は8月っていうのはいかがでしたか？僕はもうみんな好きなんていう人いないと思うんですけど、僕は好きなんだということを自分に言い聞かせてました。特にピッチャーが夏場になるとちょっと状態が落ちてきますから、バッターはこれからが勝負なんですよ。これからやっぱりどれだけ打つかっていうことがタイトルにつながるっていうのは自分で分かってましたので、この夏場にまず体重を落とさないということをまず考えてました。僕の1年間のリズムっていうのは、開幕して誕生日の5月前後にね、
ちょっとなんかアクシデントがいつもあったので、梅雨明けるぐらいまではお酒やめるんですよ僕、ちょっと自分の野球のペースが作るまで。で梅雨明けぐらいになると今度 暑さで食が落ちるじゃないですか。ちょっとでちょっとビールを飲んでちょっと内臓を刺激してで食を落とさないような形で体重を維持することを考えてましたね。だから我々の時代は真由美さんなんかどちらかというと夏は結構しんどそうにしてましたね。岡田は強かったと思います。夏食が落ちる選手って弱いですよね、体が元気な時って1週間遠征に出たとしたらですね、まあ、平田なんかとよく食事に出てたんですけど、まあ、平田がもうゲーム中にですよ、加計さん今日も焼肉ですねって加計さん今日も焼肉ですねって。でもねそうやって焼肉って声が出てる時ってめちゃくちゃ体元気なんですよね。今日肉やめようよって言うのはやっぱねお肉は食べますね。やっぱりお肉を食べたいと思ってる自分って元気ですよね。それがバロメーターかもしれない。バースさんってどうですか。バースは変わらなかったな。バースも比較的お酒を飲んだりして、バースの場合はね気分転換だとかってするのがすごい上手い外国人だったと思いますね。日本人文化将棋をしたりだとか日本の文化に溶け込むのがすごく上手い外国人だったので、なんか我々と話したりだとか川藤さんと将棋をしたりだとかね、だから川藤さんはそのためにいろいろもんだから、だからそういう部分でねバース自身がねすごくいたずら好きで、当時スパイクで紐だったんですけど、もう紐を固く団子結びみたいにね二重にも三重にもして平田のところに置いてあったりだとか、僕のグラブの中になんかゴミを丸めたようなものをね指に入れてたりだとか、だからそういう茶目っ気がバースってあるんでね、疲れたとかそういうことをねバースは見せるのが嫌いだったんじゃないかな。それとすごくバースがクレバーなとこあったのはね、バースのバットってグリップがすごく細くてバットのヘッドが土の子のように太いんですよ。それで重さが1キロぐらいあるので、1キロぐらいあるバットでグリップが細いと手に持つ感覚ってのはとんでもなく重たいんですよ。ハンマーを持ってるような感じなの。そのバースが夏場になるとそのバットが振れなくなるわけ。そうするとねバースのバットケースの中に長崎さんのバットが1本入ってるのよ。長崎さんのバットって33半という僕らのバットのちょっと短いので、軽いんですよ。でバースは自分の体調がちょっと疲れてくるとなると長崎さんのバットを目いっぱい持つわけ。ことキャッチャーって見抜けないよね。バットが変わったとは思わないと思うんだよね。バットを変えて自分の体調によってそのバッティングを変えていく、そういう部分のバースの対応っていうのはすごかったし、だから体調によって自分のそのバッティングを変えていったりだとか、当然重たいバット持ってる時もツーストライク取られれば短く持ちますし、だそのあたりのその1年間のバースのやる野球の対応というものは夏場とかそういうものを考えながらねバットを変えたりだとか、バットちょっとツーストライクから短く持ったりだとか、いろいろの中で変えて対応してたと思います。酒を飲んだりなんかしても僕らよりも酔わないね。あ、体質なのかな。やっぱり吸収力あるのかな、アルコールに対する。量とかは結構、結構普通に飲みますよね。面白いですよバースは。頭いいですね。日本の将棋をすぐ覚えましたもんねで川藤さん川藤さんごめんなさい